いやー、えなこちゃん見て、ようやく俺たちのケーキ屋さんがオープンしたぞ。もうやっとだよ、大変だったね。いや、もう汗水垂らしてね、コンビニバイトやったおかげで。お前は鼻水垂らしてたけどな。いや、でもほら、これでようやくケーキ屋さんだよ、俺たちは。よし、頑張ろう。世界一のケーキ屋さんになろう。まあ今日は一旦さ、もう疲れたから家に帰ってぐっすり寝よう。オッケー、そうだね、建てたばっかだしね。うん、明日からオープンしよう。ひなこちゃん、大変。な、なに？俺たちそういえばさ、ケーキ屋さんの資金貯めてるのに必死でさ、うん、家建ってない。サッカーでもするん、この広さ。家建ってないし、おい、不法侵入してるやついるぞ、土地の中に。おい、やめて、ここ公園じゃないよ、みんな帰って。でもじゃあ、このままじゃ冬を越せないから、頑張ってさ、お金を稼いで家建てよう。そしたら、しばらくは職場に泊まり込みってことね。それじゃあ、まずちょっとケーキ屋さんで働こう、一旦。そうだね。まあオープンしたてだからさ、オープンさせよう、オープン。いや、頭おかしすぎない、なんで言えないの。いや、家より仕事が大切だって。間違ってる、絶対。さあ、新しいお店だ。あれ、もうお客さんいる、大変。どうしようどうしよう、 めっちゃいない、なんか。オーダー待ってる人もういるんだけど。やばいやばい。だって絶対ホストだ、この人。ほら見て。いや、アイドルじゃないかな。ちょっとホストにしてはギラギラしすぎてん。アイドルか。アイドルかピエロのどっちかだよ。ピエロこんなやつおらんやろ。だってイナゴちゃん、厨房だよ、俺たち。厨房でケーキを作らないといけない。あ、ほら、ここにケーキあるじゃん。食べちゃった食べちゃった食べちゃった食べてる食べてる。あ、お腹いっぱい。あ、美味しかった美味しかった。お前が食うなって。とりあえずイナゴちゃん、まずあれなんですよ、これしかないんです、ケーキ焼くの。ケーキ焼こう。オーブンと、これ何？これラッピングするやつです。あ、本当だ、パッケージって書いてある。で、まあ1個ずつしかないんで、まあ一旦はあの回転率上げるために機材を変わった方がいいかもしれない。まあ、とりあえずお金稼がないとね。じゃあケーキ焼こう。なんかね、チケットで、あの倉庫に取りに行けだって、材料。この人からチケットもらえる。マネージャーボット。これでチケットクリック。あ、もらった、見て、ほら。ほんとだ、倉庫のチケット。そう、それで食材を倉庫にいちいち取りに行けって。めんどくさ、なにそのシステム。俺行くぞ。もうなんか大体ね、発送してくれればいいのにね、食材なんて。ほんとだよ。ちょっとお客さん待たせといこう、そこで。あ、なんかでも、なんか出てきたよ。なんかね、トゥクトゥクだって、トゥクトゥクに乗るだって。ガイドボットからトゥクトゥクがもらえるって。これで、あ、あるある、トゥクトゥクある、サモントゥクトゥク。はい、お、出てきた。あ、私のも出てきた、やった。トゥクトゥク。トゥクトゥクってこんなかっこいいの、見た目ね、いいよね。よし、倉庫はね、なんかあっちの方にあるらしい、あの港側。ほんとだ、ショッピングポートにあるって書いてある、ストレージが。お、お前大丈夫か、お前。お前人引くな、お前。でー、突っ込むなよ、お前。あ、で、ちなみにひなこちゃん、ここにね、ストアがあってね、こっち左側がね、車買えるところ。あ、ほんとだ。ちょっと頑張ってお金貯めて車も買おう。そっちは、ここが問題の、お家を買えるとこなんですよ、ここが。うわ、見て、うわ、プール付きの家あるぞ。え、かっこよ。え、ちょっともう頑張って金貯めよう。うわ、かっこいい、この白いのがいいな、かっこいいな。ね、これプール付きの家がいいよね。よし、金貯めよう。じゃあ目指せ、プール付きの戸建て。あ、見えてきた、あそこだよ、多分倉庫。あれか、なんか銀行みたいだね。ほんとだ、銀行やんけ、もう。さあ、到着。うん、ほんとだ、中入ってみたら倉庫っぽい。さあ、これで。ひなこちゃん、チケットもらえなかったの、俺。もらってないよ。あ、もらってこいよ。じゃあ、もらえないんだって、一人しか。じゃあ、これで、あ、これじゃない？はい。おお、何、スキャンされた？お、なんかロード中、ロード中のぐるぐる。あ、出てきた。おー、これが食材入ってる箱じゃない？あ、やった。え、でそれでもう作れるって。そう、これ多分作れる。やばい、盗もうとしてたんだこいつ。やめろ、お前取るな、お前。え、じゃあこれ作ってみようぜ。なんかね、キッチンに戻って最初のケーキを作るって。オッケーオッケー、レッツゴー。いや、だるいな、これ倉庫までいちいち取りに行くの。反対と反対だもんね。うわ、負けたわ。何が？遅かった、私の方が。お前、そんなとこ取ってくるなよ。遅かったな。よし、じゃあこれ早速焼いてみるか。キッチンだから、さっきのとこかな。これを、このケーキ焼き焼きマシーンに入れます。はい。おい、いいよ。焼いてるよ。長いね。そうだね。お、出来上がった。あ、焼けた。オッケー、これでもらえたケーキだ。ナイス。食べたい、これ食べたい。食べんな、お前。あ、え、あ、俺のケーキー食べるな。よいしょ、美味しかった。おい、最悪なんだけど、間違えて置いちゃったよ、もう。お前、取ってこい、早く倉庫から。分かった、もう最悪だよ。
取ってこなきゃいけないの。あでちなみにねここでねお金とこのオーブン1レベルとか2レベルとか3レベルここで買えたり、なんならこうなんかチケットも買えるこれ。あじゃあレベル上げたりもできるんだ。今多分1個しか多分もらえないのがこれで何個もいける。暇だな。何してよっかな。ケーキ焼いといてよ。ないんだよ材料が。これ車も欲しいな。これ遅いんだよねだいぶ。マップ見るわ私。あマップ見てなんか探索してきてよ。今いるところがこの右端のケーキショップってとこだね多分。でプーさんが行ってるところが左端にあるショッピングポートってところだね。それ以外はメインストリートみたいなのが 1,2,3 個あるって感じ。なんかねちなみに店の中だけのお客さんじゃなくて外のデリバリーもやらなきゃいけないらしい。そうなの？そう。あいつかもしれない。お前だろ。お前だ。ストリート2カスタマー5って書いてある。な踊ってる。え？なんで踊ってるの？誰？割り込んできた。はい、ケーキのお届けに参りました。はい、作ってください。ちゃんともう全く大変だなこれ。全くはこっちのセリフでバカ。よし、じゃあこれをもう一回焼くぞ。はい。はい。暇やな。いやもう設置できるのよくないと思う。中中段とかできないの。あお前バカお前。でもケーキ入ってる。ケーキ入ってる。ケーキ入ってるよ。ちょっと待って、なくなったよ。お前が持ってこい。次お前が持ってこい。お前が配達してこい。持ってこうぜ。それ持ってくんのそれ。これどこにでも設置できるわけじゃないんだ。もう取ってきていいな。おもちゃここにするね。オーブンの場所わかりにくいな。まあいいや、一旦ここでいいや。ちょっと取ってきて。じゃあ分かった。レイアウトしてて好きなとこに。あ、オッケー。まったくもう、なんで私が。お前だよ、ぶっ壊したのはよ。最低。もう俺ケーキ食っちゃおう。お腹いっぱい。店にから出れない。何してんの。トゥクトゥクが言うこと聞いてくれなくて。出れた出れた。早く行ってきて。さあ行くぞ。これさ、チケット1枚ずつしか買えないのだと思う。じゃあ30コインで、まあ、13個のチケット、64コインで28個のチケットだから、まあ、一番最初お金稼がないとダメかもしれない。そういうことね。とりあえず着いたからもらうね。もらって。早く早くして早くして、ぐるぐるいらない、早くして。ういほら早く来て。ケーキクラッシャー。クラッシャーじゃない、オーブンクラッシャーだから私。どっちもやべえだろ。おい、もう10分以上経ってんのにまだチュートリアルが終わってないぞお前。いいじゃんいいじゃん。チュートリアル多分2回やってるからな俺ら今。さあ着きましたよ。はいはい、お客さんお待たせしてます。すいませんね。どういうムッキー。はい、入れてください。はい、よし。暇ですね。あ、いいこと考えた。はい、え、取ってきます材料。行ってこい。え、なんで私がやってんのこのめんどくさい方。お前が自分から進んでやり始めたから、お前配達係。じゃあ俺ケーキできたら梱包してお客さんに出すわ。オッケー。あ、ケーキ焼けた。オッケー、これでこれをもうすぐ梱包させる。はい、オッケー、梱包。梱包はすぐできるの？わかんない、でもくるくる回ってる。またそっちもレベル上げしないといけないのかもね。うん、なんか隣がね、あ、なんか鍵マークついてて。あ、焼けた焼けたじゃない、梱包できた。ナイス、こっち倉庫ついたよ。ナイス。オッケー、じゃあこれをね、あ、書いてある ストリート2の4番。あ、これデリバリー形式で、お店の中のお客さんじゃねえ。ストリート2だからこっちか。どこだ。4番探して歩くわ。あいつじゃね。あ、いたいた。どっち。こっち。どっちやねんお前。え、ピンクの女。いや分からん。こみどっちの道のやつだ。そこまっすぐ。あ、これで左側にいる。あ、なんかここにもお店あるよ。なんか何これ。あ、これフードショップだ。え、あ、ご飯売ってる。いらな、だってケーキ食べ放題だようちら。どこだ。あ、いた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 。あ、このミニスカに入る女の子だ。これだ。はい、どうぞ。あ、Thank you so much って言ってるよ。お、喜んだ。あ、お金3つもらった。え、お前少な3つって。まあまあ、ペンさん、私今キッチンついてるからまた焼いちゃいますって。あ、いいねいいねいいね、天才天才。あ、じゃあ俺もう一回チケット持ってくる。こう、じゃ交互に行くか。じゃあそうですね、交互に行くのありです。さあ、でももうチュートリアルは終わったみたい。もうこっからどんどんお金稼いでこしたら。もう終わったんだ。じゃあ同じこと繰り返すってこと。そう。プッチ、はい、チケットのデリバリーです。はい、あざーす。このパターン多分俺が永遠にチケット交換してそう。そんなそんなことないよ。大丈夫大丈夫。はい、出来上がりました。これでストリート3カスタマーですね。また外か。
あ、オッケー、積み紙ゲット、ナンボール。じゃ、デリバリーしてきます。オッケー、頼むぜ。まあ、これ交互にやってったら結構お金貯まるの早いかもね。ね、客いないよ、一人も。いない？あー、お前じゃね？あ、いた、なんかすごい妖精さんの家みたいに住んでる人だ。妖精さんの家？本当にそうなんだもん。はい、お届けです。あ、That's mine! Thank you so much! 3個もらったコイン。じゃ、3個ずつなのかもしれんね。少ないね。まあ、どんどんケーキ焼いてこう。今俺もケーキ焼いてるから。オッケー、じゃ、そのまんま倉庫行くわ、ついでだから。あ、チケットデリバリーあるよ。あ、大丈夫、今持ってるんだと。天才天才、あいつ有能すぎる。もうチケット取れるよ、だから。そうね、届けに行って帰りにもう持って帰ってくるのがいいかもね。そう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 、いつでも取れますチケット。天才。よし、ケーキできた。俺も配達しに行くぞ。あ、ダイニングの4。あ、近いぞ近いぞ。やった、すぐそばだ。あ、こいつだ。はい、あのナルシストのホスト。オッケー、やった。え、こいつ2コインだった、ひどい。もしかしたらデリバリー代があるのかもね。あとね、デリバリーのあのトゥクトゥクに乗った状態でいい押すとなんかいろいろしまえるから、これケーキいっぱいしまえるんじゃね。そういうのもあるんだ。これチケットしまってさ、できないのかな。できそうできそう。待って、今いるからやってみるね。うん、チケットしまえない。あれ乗れない。ちょちょちょ、乗せて。おい、これでいい押して。あ、しまえるしまえる。え、てかひなこちゃんチケット持ってんの今。え、今2枚あるよ。じゃあ俺も持ってるもん。あ、持ってる。増やせるぞチケット、これ。おっとおっと、効率化いけそう。はい、あ、もらえる、チケットもらえるぞ。ナイスナイスナイス、やったやった。じゃあここに詰め込んでこう、どん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 。あれ、もらえなかったチケット。あ、今俺が手持ちに持ってる。待って、今しまう。じゃあケーキが焼き上がった。しまった。オッケー、しまった。でチケット取って、お、取れない。え、まあいいや。で、ダイニングオーダー3、お前だな。はい、よーし、お金になった。ナイス。でも2コインだった、やっぱ。あ、チケットもらえた。これ時間かも。まあでもチケットだけ山ほど取ってもね、結局オーブン1個しかないからね。そうなんだよ、だからオーブンがいっぱい欲しい。ほんとだ、今なんかチケットまだありません、ちょっと待ってくださいって翻訳したら書いてある。これでここと、ここをこう押して。え、わ、楽しい。ちゃんとなんか使えてるじゃん車。トゥクトゥク使い勝手いいね、意外と。ね、トゥクトゥク欲しくなってきた。俺トゥクトゥクの免許取りに行こうかな。いらな、トゥクトゥクの免許多分普通車免許だよ。ちなみに今ね、お金は5あります。俺もお金5だから今10だね。これ何が欲しい。一旦チケットをたくさんか、まあ、時間って分かったからもうオーブン買うか。オーブンじゃない、オーブン買うか。よし、オッケー、3つゲット。オーブンいくらなんだろう。あ、でも10コインで1台オーブンが増やせる。あ、じゃあもう買えるじゃん、買おうよ。40コインだとレベル2のオーブンになる。一旦10コイン買うか。オッケー。ちなみにお家が何コインか見てくるわ。怖いな。700コインとかだったら死ぬ。あ、家一番安くて40コインで、うん、え、これ何の家なんだろう、これ。え、モデルハウス。あ、これか。あ、これだ。64コインでお家買えるよ。意外と意外といけそう。頑張って、じゃあ64コイン1スタック貯めよう。オッケー。よし、プッさんコインあげようか。あ、ちょうだい。どこにいるんだ。家。あ、いた。はい、どうぞ。よし、いた俺ここに。いや、ね、ネームタグネームタグで。オッケー、じゃあこれでオーブン買いました。1レベルのやつ。よし、でここに、はい、設置。おい、いいね、ダブル焼き。うえー、完璧。これ梱包するやつはさ、どうやって買うんだろうね、これね。チケットもじゃない、その下の方のやつ。あ、これっぽいな。30コインのやつだ。でも梱包の方がちょっと早いよ。うん、どんどん焼いてる今。この焼いてる間にチケットを取っとくんですよ、プッシさん。あー、天才です。さあ、3つ手に入ったから行こうか。ストリート2カスタマー4だ。ストリート2ここね。カスチョーここ1だね。いないんだけど。いるって絶対。あ、お前か。いたいたいた。はいはい、デリバリーです、どうぞ。お前なんか店内でも食ってなかった、お前。まあいいや、まあいいや。なんか届けた先にいた、あのホストが。オッケー、3つになった、やった。ナイス、ケーキ3つ。さあ、倉庫に物を取りに来た。いやー、ちょっといいね、3箇所倉庫やってるよ今。天才か、私は天才。オッケー、ダイニング、この可愛い2杯の女の子に。じゃあ、はい、お、やった、2コインゲットで、これがダイニング2。あ、これだ。連絡先書いた紙、ケーキの中に入れといたんで。最低。
あ、ごめん、チケット今取っちゃった。あげる？あ、ちょうだい。はい、キモコイ。あと、コインも渡しとくね。もういらない。あ、はい、わかりました。すいません、キモイって言って。もうひどい。俺はストリート3に行ってくる。さて、ストリート3の8番。ストリート3とかどこなのこれ。あ、これ右書いてあるのか、これ。そう、書いてあるよ。あ、これなんか山道ゾーン、こっちか。8番やろう。あ、このショップだ。なにこれ、ブロックショップ。ブロック？ブロック売ってる。なにこれ。家の建築できんのかも、これで。もしかしたら建築ができるだと。オリジナル建築。あ、こっちだね。こうなんか妖精が住んでそうな。あ、それそれ、妖精が住んでそうな家。妖精が住んでそうな家のやつだ。こいつめっちゃケーキ食うやん。はい、どうぞ。オッケー、7コインになった。ナイス。いいね、着々と増えてってる。あれ、5ってお前か。はい。え、なんかすごい血まみれなんだけど、大丈夫そう？え、大丈夫？あ、いなくなった。どこの戦士が買いに来てるん、ケーキ。白いスーツが帰り血を浴びてた。あー、いや、殺人鬼の方か。よし。で、今11コインです。で、チケットはね、なんと今の時間で4枚集めました。天才じゃない？天才、天才。効率の鬼なんで。あれ待って、これこの服、原神の服だ。見たことある、これ。ゲーム。そう、ゲームのラッパーとアジアン混ぜたみたいな人いる。どういうこと、アジアン系のラッパー。いつかケーキ渡せるの楽しみにしてよ。よし、ケーキ早く焼き上がれ。あ、その間にチケット取るんだよ。取って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 る。本当に今1個取ったもん、さっき。あ、チンチンになってる。これチケットの合図だ。あれ、もらえない。あ、多分ね、こっちですね。あの、倉庫開けてる音ですね。あ、倉庫開けてる音か。さあ、4つ材料が手に入りました。でも家は1スタックだもんね。あー、ごめん、引いた。引くな、お前。もう間に合わなかった。ブレーキは止められない。さあ、帰ってきましたよ。お金渡しとくね。はい。お、18コインだ。すごくない？めっちゃたんまり。これがダイニング5番。うん、5番の人手挙げて。無理だろそれは。一番奥だよ。あ、いた。なファンタジーやな、なんか服が。オッケー、20コインになった。あと3番の人。あ、こいつだ。はい、やった、22コイン。あ、ストレージ2の2の6。でもケーキ屋さんでデリバリーってなかなか画期的だけどね。クリスマスくらいしか繁盛しなそう。わかんないよ、ちょっとやってみようよ、リアルで。やだよ、そんななんかデンジャラスな。オッケー、2番はこっちの通りやな。2の6。こいつか。こいつ5だ。あ、こいつだろ。あ、いたいたいた。おらよ、ケーキ。おい、これなんか、なんだっけ、アニメのキャラクターだな、これ。そんなんばっかじゃん。うん、そんなんばっかやな、なんか。これも多分アニメのキャラクターだな、なんか。わかった、この町は多分アニメキャラクターが住んでるんだ。じゃあ、だからみんなケーキが食べたいのかな、それ。いや、アニメキャラクターみんなケーキ食べたいと思ってる、お前。ケーキーみたいなイメージ。じゃあ、ひなこちゃんが好きで見たことあるアニメ何？あ、ワンピース。ルビーケーキ食うか、お前。肉やろ、あいつは。でも、今コイン25個だよ。もう普通に家買えそうじゃね？家買う？家買っちゃうのありじゃね。効率天才的だもんな、ね、今うちら。もうなんか買えそう。あ、ヤッホー。ヤッホー。おい、引くなお前。おい、ごめんごめん。あ、待って、届けるの忘れてた。ドイツだっけ。あ、じゃあもう64コイン目指すか。もう家買っちゃおうぜ。ありだね。ストリート2とストリート1があるんだ。そうだよ、あと3もあるよ。3全員デリバリーなんだけど、めんどくさい。あ、でもお金いっぱいで、お金いっぱい。頑張れひなこ、頑張れひなこ。あ、お前か。お前だー。あー、ラッパーアラビアン。よし、はい、お待たせしました、ケーキです。あの、変なあだ名つけてさ、それ何々のアニメのやつですよってアンチコメ書かれそうだから怖い。怖い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 、やめて、俺ら知らんから。お、ラッパーアラビアンまただ、ヤッホー。やめて、ラッパーアラビアンっていうの、はい、ねえ、絶対書かれるよ、なんかこれ違うよって。イエーイ、褒めてるもん、別に。褒め言葉ないやん。やべ、ケーキ梱包するの忘れてた。もうひなこちゃんの話に夢中で。梱包しろよ、私のせいではないだろそれは。ラッパーアラビアに聞いとられてって。梱包してなかった。よし、倉庫に到着しましたよ。さあ、くださいな、シモジュモミンたちの餌の材料を。最低、表現の仕方が。ちなみになんかコイン11あるんだよね今。え、天才じゃん。いくつ持ってる？え、25。今梱包してるからまだ増えてない。じゃあもう36？もうあと半分じゃん。え、ケーキ屋さん余裕じゃね、なんか。え、余裕だな。待って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 。え、トゥクトゥクが3台に増えてるんだけど、幻？え、なんでなんでなんで3台に増えてるの？誰増やした人？え、俺増やした記憶ないんだけど。あ、ダイニング1の人はどこな、どこのドイツだい？私だよって、西岡澄子じゃんそれ。今の人知らないやろお前。あ、だって原神の風の使いのやつ、名前忘れたやつ。はい、どうぞ。
アイプーさん、あやったコイン、金だ。お、え、まあ38になってやった。オッケー、あとは全部外やな。イストレージ1と2、オッケー、行ってまいります。プープー、行ってらっしゃい。チーン。おい、2の5番。うわ待って、これも見たことある。ラッパーアラビアン、もしかして。あ、ラッパーアラビアンだ、これラッパーアラビアンか、これじゃあ既存のキャラクターだったかもしれない。さあストリート1行くぜ。でも44コインだ。ほよい。ストリート2に行きたいのかな、私は。で、確かね、カスタマー5はね、こいつなんですよ。ここが5のはず。うわ、天才か、記憶力。はい、お金です。お金じゃないです。ケーキです。お金あげないで。俺たちの資金あげないで。で、ストリート3はこっちと。うわ、効率最高かよ。でも家買えちゃうね。ほんとだね。まあ、余裕だったね。さあ、カスタマーならお前ですね。はい。アーニャじゃん、お前。え、アーニャいる？アーニャいた。あれ？これアーニャのママじゃない？多分。これアーニャのママ、名前忘れたわ。クリストファー・ロジャーじゃなくて、なんだっけ、名前。よーし、9コインになった。はい、プチプチ。そのシリみたいで呼ばんで。あ、ここ全部使ってる。倉庫早く明け渡してくれん？はい、どうぞ。はい。はい。はい、オッケー。仕事楽しい。いやー、仕事しながら仕事するの大変だけどな。私なんかシミュレーションゲーム好きなんだよね。あ、これシミュレーションとか言っちゃダメか。そうだよ、家建てる。リアルだ、リアル。現実現実。おい、戻ってこい、お前。現実に戻るな。これが現実だ、お前。何言うとる。え、ちょっとさ、キッチン渋滞してるんだけどさ、配達遅くない？そちら。ちょ、結構違う、別々の道路だったりとかするんよ。遅くないね、暇なんだけど。待ってよ、早いんだって、お前。あと俺4枚ずつやってるからね。私3枚でよ、だってお前がチケットかっさらいたいだけかっさらって、私取れてないからね、ずっと。お前がそう、遅いせいでチケット待ちが発生してんだよ。じゃあ俺2枚でやるわ。おい、片方もらうよ。おい、なに、あのさ、あー、暇だ。ちょっと待ってよ、そのお客さんと喋って待ってて。チケットもらうから、それちょうだい。はいはいはい、持ってくる、私が。でもなんかさ、今48コイン？48、あ、もう56コイン。え、じゃあもういらないじゃん、この私の今の配達。なんでこれ、行くべき？いや、もう暇やから行ってきてよ。お前が暇にしてんだろ。ケーキめっちゃあるな。あ、これもう一瞬でお金稼げるぞ。じゃあ配達ちょっと手分けしてあげるよ。あ、オッケー、助かりいいの。結局あれだね、速い車が欲しいねとかも何もなく。俺らコスパいいね。家でいいや。ダイニング1と3、これ届けちゃおう。ただいま。1が、あ、3がこいつだ。あ、こいつあれだ、中二病でも声がしたいのやつだ。ダイニングオーダー1、君ですね。はい、かわいいね。あ、これで1あげてよ。あ、62コイン、あと2コイン。オッケー、今ケーキ焼いてます。あれ、ケーキ余ってる。もう仕事しろよ。あ、違う、あれだ、待ってたんだ、待ってる間にやってたんだ。はい、どうぞ届けてください、それ。あれ、はい、今入れました、私が。はい、どうぞ届けてきてください。あ、ダイニングさ、またここか。アーニャだ、アーニャ。ね、やっぱいるよね、アーニャ。うん、アーニャ大きくなったな、あんなちっちゃかったのに。あ、64コインになった。焼けてるよ、ケーキ。はい、厨房、はい。これじゃあ最後届けて家帰ろう、これ。あと1個焼き上がりますよ。え、これじゃ分担しようよ。じゃあ何個あるの？1、2、3、4、これで5。あと1個ちょうだい。待って、じゃあ一旦全部ちょうだい。あの、ストリートで分けよう。あ、待って、これダイニングだからいいよ、渡しとく。あ、オッケー。これ3、これ2で1。じゃあ俺3やるから2で1やってよ。最低、本当に嫌いだわ、マジで。ひなこちゃんも仕事早いからさ、ね。そうだね。あれ、どこだっけ、3どこだ。一番奥出番、こっちか。しかもこれ7番と7番だ、やった。ずる、お前。さあ、6と2、2、お前じゃん。はい、あった、いた、7番。オッケー、はい、これと。オッケー、帰って早く。コイン、オッケー、64個になった。これで最後、はい、オッケー、コインもらい。よし、あと6。ほい、これもラスト。よし、8コインになりました、こっち。さあ、俺64コインと6コイン。家集合だ。こんにちは。あ、これもなんかのキャラクターに似てるな。ドゥーン。レミの美味しいレストランに出てきそう。私？なんでだよ。あ、なんか、あの、でも女の子役のやつ？うん。いや、なんか、わかんなくはないわ。さあ、家を買うぞ。じゃ、とりあえずコイン最後、はい。はい。おー、14だね。64と14。で、これの白い家が、これ名前出てくるよ、これ。ホデンハウスみたいな。モダンハウスじゃない？あ、モダンハウスか。オッケー、じゃあモダンハウス買います。はい、
はい、やったー、ライセンスゲット。家建てようぜ。じゃあよし、行こう行こう。よし、これで俺たちの店と家両方持ってるっていう、もう勝ち組になれるわけだ。完璧ですね。家建てて不法侵入者追い出そうぜ。あ、お前らどけ。あ、帰ってってる帰ってってる。よしよし、じゃあこれでモダンハウス行きます。はい、これで、はい、おー、できたー。かっこいい。俺の家帰って。分かったね。よ、帰れ帰れお前。よし、家の中入ろう早速。オッケーオッケーオッケー。あ、すげえ。あ、すごいすごいすごい。一回筒抜けだ。すごい。おー、すごい。プールはプールはあった。あ、すげえ。待って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 、バーベキュー会場じゃん。え、あ、ちょ、サウナかこれ。暖炉。サウナ違う、サウナは。何が温めてくれるの。どうやったらあの温度になるの。あ、サウナじゃなくて暖炉か。あの体をプールから上がって温めるとこだね。タオルで。3階建てだよプッチ。え、上登ってみよう。行こう。これあれかもね、内装は自分たちでやれよって話なのかもね。でそれがあの建築するやつか。そういうことだね。だ、真っさらな家がマス手に入りましたよってことね。うわー、でももう十分な家だけどね。うおー、俺こういう家に住みたいわ。私も。え、ね、見て、うちらのお店の看板あんなだったんだね。ほんとだ、すげー。看板初めて見た。知らなかった。わー、ということでね、皆さん、ようやく家を買うことができました。はい、ということで、俺たちの夢は叶え、終わり。そしてあとは老後に向けてお金を貯めていくっていう感じで、ね、2000万貯めましょう。2000万貯めて死んでいきたいと思います。やだな。ということで、頑張って自分たちでお墓を買うぞ。また次回お会いしましょう。またよろしく、バイバイ。